まあ。ちょっと今のはちょっと変、ちょっとやり直そうか。テイク2。どうも。何がおかしい。はい、おなす、苦節、苦節1ヶ月。ついにこの時がやってきたというね、なんか数玉でね、あのナスのなんやら、ナスのなんやったかな、ナスのおひたしちゃうわ、ナスのなんやったかいな、またド忘れした、ナスのなんとか食べてこれはうまい言うて感動したら、みんな教えてくれはってね、作り方を、そのすぐできるで言うてね、ほんでよし、すぐできるんやったらすぐ作ろういうことで、これ2枚入り、丸か四角か、あなたならどうする、丸は絶対餅やね、だから四角にしよう。んでこれをおもむろに置いて、そんな簡単やで言うてね、えら教えてくれやってね、焼くだけやで言うて、さよかー、茄子の田楽ちゃうわ、何やったかいな、茄子の煮浸しちゃうわ、何やったかいな、茄子の、茄子の何やったかいな、もうほんま焼くだけ、シンプルベスト。うわ、うえ腐ってる、なんでこんな野菜腐るの早いん、腐ってる、そんなに野菜って早く腐る、これあかんわ、こっちはいけてんの、こっちのほうがちょっといけてるとこだけ、こんなんまだ言うても数日よ、言うてもそない腐んの、数玉やから、いや数玉やからやろ。数玉やからやろ、間違いないやろ、しかし数玉早すぎるで、誰もが買わん、誰もが買わんやつを置いとったあかんで、そんな、なんぼなんでも、なんぼなんでもその日に食べれるんかな、これどうでもいいけど、そんなその日に食べるとは限らんや、火加減こんなもんでいいんかな、ほんまショックやわ、もうむちゃくちゃショック、チローチョックチューニングボーン、古いな。古いな、っていうかこれでいいんかしら、これでいいのかしら、ただ焼くだけね、これでいいの、ただ気長に待つだけ、焼けるのを、ほんであれや、下ごしらえちゃうわ、茄子を焼いたら水、氷水で冷やして、で皮むくだけ、何やったかいな、茄子の何、茄子のおひたしちゃうわ、何やったかいな、茄子の、はい、また思い出され、茄子の何やったかいな、これ冷やす氷ね、冷やす氷、これをおもむろに、こんなにもいらんや、これ見て、すごい氷、歴史的氷、あれ、なんじゃこれ、またシミ、またシミ、シミゲリ、丸になってへんし、丸になってへんし、たこ焼きみたいになって、
たこ焼きもあるか。んでこれや。んで田楽ちゃうわ、何やったかな、今まだ思い出されん。ナスの、ナスの煮浸しちゃうわ、何やったかいな。田楽ちゃうし、何やったかいな。完璧なのは氷水だけやねん、お前。完璧なのは氷水だけ。他はあかんけど、他はあかんけど、ナスの田楽ちゃうわ、何やったかいな。ナスの、いい、思い出され、もうほんまに思い出され、この世の終わりやで。で、あとは焼くだけ。生姜をますね、前捨ててね。これもまた傷んでんのかなんな、ほんまに。生姜の匂いがする。生姜食いたい、生姜に夢中。うぃ、焼けすぎ。いい、換気扇焼けすぎ。今度はいい、こんな柔らかいもん、やばいんじゃん。柔らかいか、そら柔らかいわね。ちょっとナスの何か調べてくるわ、気になってしゃあね。ナスの何やったかいな。火強い。ナスの何やったかいな、ちょっと調べてきます。ナス、ナス生姜で調べても出てけえへん。ナスレシピ、要はナスの焼いたやつ、いうこと。ナスの焼いたやつだけ、品名はないの。ナスの焼いたやつ、わからん、わからんかった、出てけへんかった。いえ、ていうかこんな柔らかいもん、ナスで。柔らかいわね、食べるとき柔らかいもんね。どれぐらいでいいの、こんな。新鮮なやったら生で食べ、生でも食べようかな、焼きになるけど、傷んどったら怖いん、っていうか手間かかるな当たり前やけど、っていうか氷水の準備だけできとる、氷水の準備だけできとる。もういいか、見切り発車するか、見切り発車するか。あかんかった、あかんかった時のこっちゃね。ね、見えるかな皆さん、この適当な。ここにも突っ込みますね、ナス。要は皮むいたらいいんでしょう、要は。じゃあ突っ込みますね。あ、一回これあれしてからやるか。ちょっと一回あれしますわ。あれってどれや。はい、じゃあ行っちゃいますわ。ナス行っちゃいますわ。こんな黒焦げナス、黒焦げナス、おたんこナス、十も言えへんし、十も言えへんし、腐ってた半分、十も言えへんよこれ。どういうこと、これで皮めくれんの。いい、自信ないね、自信ないわ。夏らしく、いや夏終わってるやろ。いい、暑ないの。あ、さすがに暑ない。これ、これめくったらいいの。いい、暑い、うわ暑い。めくるだけ言うとったん、ほんまめくるだけ。暑い、これでいいの。あ、これこれ、私が言うとったんこれよ、早い話が。
こう水の中で氷の中でめくったらいいの、熱いから。うえ怖い、包丁怖い、包丁怖い。これこれこれのでかいのが食いたいんや。こういうこと、こういうこと、水の中氷で冷やしているの。うわ超うまそう。これで傷んでなかった絶対うまい。これキッチンペーパーでやった方がいいんかね。でないと水っぽいもんね、こんな絶対。明らか明らか水っぽい。けどそんなバーベキューで野外で食うたと思ったらええねんね。ほんなら、うわ落ちた最悪。野外で食べてる思ったらええことや。絞ろか、絞ろ、絞れ、絞ろか。キッチンペーパー、キッチンペーパーにやっぱへこか。気は心、キッチンペーパーに一回置いて、で水気を取るとどうよ、どうよ。手間やね奥さん、奥さん料理手間かけてますな、ほんまに。完成、奥さん手間かけてますな料理に。素晴らしいね。もう一個ちょっと切りますさ。はい、こんなん出ました、こんな貧弱なん出ました。超貧弱、おっさんと一緒、貧弱、まずそう、見た目まずそう。朝日ゼロ、よし。産まない。じゃあ呼ばれますね。もう傷んどったんが超ショックやわ。あと品名が浮かんでけえへんのショック。ちょっと生姜いっぱいで呼ばれます。これ傷んでた方のナス。うん、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 うまい。生姜がうまい。生姜入れすぎた。こんな餃子に生姜食べられへんけど、うまい、うまい、うまい、最高。うん、うまい、うまい。これはね、なんちゅうかな、ビーバップ、ビーバップアイス、私あんまりそういうの好きじゃないか知らんねんけど、ビーバップなんとか言って、多分私らの年代やと思うんだけど、流行っとった映画のこう不良のヤンキーの映画みたいなの。その時当時主役やないねんけど、脇役で結構人気やった人がね、今 YouTube してあって、その人がうまいって言いやんねん。それだけの話。最高。これはね、最高、カミダのおっさんのシャツね。あ、だからカミダのおっさんとね、その最高、最高ちゃうわ、うまいいうおっさんは仲いいね。なんか知らんけど、うまい、
生姜最高やね。茄子もうまいけど。これやったら作れるわ。だからなんちゅうん、新鮮な茄子を買ってきて、これやったら何本でも作れますやん。茄子で高いんか安いんか知らんけど、なんかそんな安い感じもせえへんわね。今なんか映らんでも映ってたような。ビール、ゼロビール飲むほどのもんでもなかった、ね、今、実は昼間ですね。ドライゼロ、これね、一回どっか外でね飲んだんですよ、ノンアルコール最近。なこれカロリーゼロ、糖質ゼロって書いてある。ほんまかいな思ってね。やっぱりビールとね、よう味似とるけど微妙にちゃうん。けどこれビールに味似せてるいうことは、なんかほんまいろんなも入ってるいうことやからね。まあ、気ぃつけなあかん。知らんけど、ね、ビールはビールやねんて。だからあーうまかった。ゼロもうまいけど、あまあ日々勉強やね。日々勉強、おじさんも日々勉強だけど、今までで一番手間いらんのちゃいます。焼くだけですもん。あと水でも、氷水もいりませんやん。多分普通の水でいいっす、あれやったら。だから焼いては水でやって、冷まして剥いてみたいなね。だから焼き方もうちょい上手に向ける焼き方があるんかね。うん、でもねほんまに主婦さんにはもうほんまにこれやね。主婦さんと料理人さんね、ほんまこんな手間なことようやってはるわ。それも見た目も美味しそうにできるってすごいよね。っていうことで、後片付けもせなあかんのね、あれ。ほんまにゾッとするわ。はい、っていうことで、日々勉強けど、なんちゅうの、レシピ見てやらんとあかんね。いっぱい、茄子料理だけでもいっぱい出てくるもんね。ほんまに。ね、そんな豆さがあればね、いいんやけど。はい、うまかっちゃ。はい、ありがとうございました。セグーセグー。はい、失礼します。バイナラ。さよなら。